さあ、この雰囲気でどうなることやらと思いやられるんですけれども、じゃあこれいきます、ね、とりあえず先ほども述べたように45件中10件を弾きました、一応その方たちに失礼なんで、すいません友澤さん、戸川さん、あショパンのは これ大丈夫だよ、エリーゼのためにこんなの弾けるよ、テルーの歌って僕ごめんなさい知らない、太郎さん緊張しすぎ笑いだってかっこ悪いな、そういうこと言われて、テルーの歌って僕知らないんでごめんなさい、木蓮の花も知らない、すいません、ザ・スプルースも知らない、あとこれすごいんだ、名作砂の器主役の和賀がって、これ中居君だよね、作曲な和賀が作曲した確か運命という曲を聴いてみたいですって、これすごいリクエストだよね、これつまりドラマの中で使われた曲をやってくださいってことで、ごめんなさいわからない、あと戦場のメリークリスマスってこれね、さっきやったのに来たっていうのはもう一回やれっていう、すごいさっきの演奏は納得いかなかったのかっていうことですね、確かに良くなかった、まあでもすいません、じゃあ行きましょう、じゃあ一発目、なんかこれ悲しいな、ショパンの曲何でも OK、 じゃあこれあとエリゼのために触りだけいきます、誰も知ってるに誰でも弾ける、じゃあ次行きます、あずきさん、ユーミンの春よ来い、てんてちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃちゃん、あたいたらら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 らわかんない、ララ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 ラ春よ、ハウフの春よ、トゥディロリリリリリリリアジリ、合ってる、リリリリリリおばらの声がする、一番多いね緑ぬさん、太郎さんの思い描くふるさとってどんな感じかな、ふるさとってこれは潔い石のふるさと、かの山おのなんらら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 、これが太郎さんの思い描くふるさとです。大好きな曲です。花水木、花水木、花水木ってさっきなんかあったね。どういうんだっけ？えいこれねんとかじゃない。花水木。幾千粒の穴のふぬかなめ。ちょのじのにのほのの、すいません、なんかあれですけど、お、これすごいな、俺この曲実は知ってんだよな、あ、触りだけで構わないんですけど、泳ぎたい役くんの太郎オランジで、すごいな、ふみこさん、これは僕の小学校の同級生です、ふみこちゃんどこにいるのかな、顔を見たいな、あ、ふみこちゃんだ、
すげえ勉強できたんですよ、天才ね、天才だったんだよね。そう、4番町に住んでたんでね、すいません。何だっけ、毎日僕らは鉄板の上で焼かれて、あれ、あ、間違えちゃった、嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと、無理があるなこれ、喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いと海の底、桑田さんみたい、とても気持ちがいいもんだ。ちゃんとやろう、なねなな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 、歌ってよみんな。海は広いぜ、心が弾む、もんなななんごが歌ってる。ふみこさんよろしいでしょうか。懐かしいですね、この泳げ体育館という曲は。これ結構悲しい結末を迎えるんですよ。子供の頃それ知ってました？僕大人になって、その曲知らない。同級生、同級生。そう、これはね、最後食べられちゃうっていうお話だったの ね、子供の頃は全然知らないであれしてましたね。お、いいですね、かれこれ20年ほど前、フジテレビの社内ソフトボール大会がありました。ネクストバッターズサークルに向かうとき、僕が打席に立ったらここをしてくれるとキーボードを渡された思い出があります。懐かしいのでぜひ、桑田さん大好きだった私からのリクエスト、原さんのコンバットマーチ。アーチをかけろ、輝く光浴びて、その行く鉄のりお、これもう、あ、これいいですね、これね、カクビッシュ、大の阪神タイガースファンです。拍手してもらえるの。これはあのなんか真面目な感じがするなおなおさん。触りだけ。ショパンの別れの曲。Thank you.
時間大丈夫ですか？やりすぎ？大丈夫？全部意地でもやるよもう。絶対音感を出し、JR 駅の音。あ、これ出た。出たよ。思い出の、ごめんね、これ本当身も葉もない思い出の愛のないセックス、ハワイの波音。何これ？何を言いたいの？何これ？いたずらですねこれはね。だって絶対音感出すとこないじゃん。JR 駅の音ってなんだよね。じゃあこれは破棄却下。ショパンのノクターンで2番じゃないやつが聞きたいっていうのはこれのことかな。2番ってこれでしょ。こういうのあるんですよ。何番だか知らないけど。知りませんでした。やんなきゃよかった。あ、さっきのがノクターンだとばかり思ってました。すみません、すみません。平井堅大きな古時計。大きな古時計は平井堅の歌じゃないよ。同様だよね。おじいさんが生まれた後はラララララララげさ、今はもう動かないその時計。百年チクタク、あれチクタクチク、おじいさんと一緒にチクタクチク、今はもう動かないその時計。この人書いて これでしょ。セリーヌ・ディオンのタイタニックってですよね。違う、ごめん、わかんないや。おお、綺麗じゃん。ちょっとやってやって。受けちゃったじゃないか。あ、じゃあメロディーやって。タンタタタ。バイオリン素晴らしい。アラベスクもう一度聞きたいって、これもなんか挑戦的ですね。さっきのアラベスク、あ、アラベスクやったよね。やったじゃないか。なんでさっきの納得いかなかったのかな。じゃあすごいな、これ布施明のマイウェイって、布施明の布施明のマイウェイじゃないといけないんですかね。知らないよ布施明、布施明のマイウェイ。こういう時はピアノ。すいません、これね、あ、これこの曲バイオリンいたらいい曲だよ。先これやっちゃうね。これ最後だな、綺麗だから。優しさに包まれたなら、水とチャ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 、すべてのことはメッセージ。無理してやってんだよ。
ビートルズやっぱありますね。レディーマドンナ。レディーマドンナ True to natural view You wonder how you manage to make ends meet They'll find the money When you found the land Did you think the money would have a friend? Right now, light and lots of suitcase Sunday morning, creeping like an owl Found the child locked tight in the bay She held the love Lady Madonna, lying on the bay Listen to the music play in your head レディーマドンナ、これはビートルズの曲ですよ、うん、あレッド・イット・ビーなんていうのは普段のもっちゃんって誰だろう、普段のもっちゃん When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be 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 Whisper words of wisdomLet it be. なんかこういうの嬉しいな。これモレノバレーでホームステイした時に弾いてくれた曲が聴きたい。これは僕は大学2年生の時に一緒にホームステイした人ですね。清水さんね、どこにいるのかな。おお元気よ。ドコモに勤めてるんだよね。あ、そっか、失礼しました。ドコモのあのクロッシーの料金制度があんまりよく意味がわからないね。今度説明してください。はい。まあいいや。これ何ね、フォームス、え？英語上手くなったね。英検一級。英検一級って嘘ついた人はこの間すげえいたな。まあいいや。モレノバレーでホームステイした時に弾いた曲ってなんだろう。Hey Jude か。Don't make it bad.Take a sad song, you make it better. Remember to let her into your heart, and you kick in to make it better. これだけじゃ嫌か、いいよね。だだ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 だ Hey Jude.あと1回ダダ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 ダ Hey Jude マイケル・ジャクソン Heal the World。 もうそろそろ終わりにしましょうね。相当やってるよね。 Heal the world Make a better place And you went for me In the end A human place AndPeople darling, and I'm wasting up on a baby Making better place on you and for me You and for me You and for saving for the children And all our baby この曲いい曲だよね。 Heal the World ありがとうございます。さくらさくら今も日やかれ永遠に散々めく光を浴びてさらば友よ旅立ちの時ファルセットがいまいち飾らないその想いを今誰だ今直太郎のがうまいって言ったのは。やつ太郎。やつ太郎ね。ならいい。よし。やつかまちゃん。はい、すいません。よし、じゃああと2曲。お、これいいね。これね、知ってる。いい曲なんだよ。
あー、詩がわかんない。伝えたくて伝わらなくて、時にはララララララ出ずに、ラララララテレノノノノノテンティデ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 ィチャチェダララ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 ラティの時キャラロテラララほら大空にねねなる中途二人で暮らしてこう。この世代は知らないか。百年先も愛を誓うよ、僕は君の全てさ。ならられているただ落ちているもののてれないた人よ。嵐は毎回来ますね。嵐のファンって多いんですね。前はねこれやったの、 You are my soul soul いつもすぐそばにあるっていうのやったの。じゃあ、じゃあこの曲メロディー美しい、バイオリンが聞きたいだって。嫌なやつだなこれな。シャラクさん、ひまわり、バイオリンメロディー、じゃあ お願いします。これ最後ね、じゃあリクエストコーナー最後、結構長いことやってた、大丈夫。映画の主題歌です。ありがとうございました。さあじゃあ、これリクエストコーナー満足していただけましたでしょうか。長いことやりました。あれ AKB って、会いたかった会いたかったの曲嫌い、ミスチル、なりゆき任せの恋に落ち、時には誰かを傷つけたとしても、その度心を痛めるような時代じゃない、誰かを思いあなたになり、自分の胸に突き刺さる、だけどあるがままの心で生きようと願うから、人はまた傷ついてゆく、知らぬ間に気づいてた自分らしさの檻の中でもがいてるなら、だってそう、僕だってそうなんだ。
古いですよねこの曲ね、はい、よろしいでしょうか。なんかミスチルの前に何か言われた気がしたんですけど、まあいいですね。風の轍ちはね、あのね、ちゃんと最後にやりますんで、すみません。それやんないとだってほら俺のライブにならないでしょ。差し当たってさ。これはいつまで経ってもね、多分できるんで、やめましょうか、そろそろね。はい、ありがとうございました、本当に。レケストコダンでございました。